折口信夫っていう人が山田さんという人は山田芳雄さんなんですもう今では「源氏物語」のことに関する書物の中で古典のようになってしまいましたけれども山田さんの書かれた「源氏物語」の音楽についての研究の非常に緻密な本があるわけですが山田さんの研究っていうのは非常にあの綿密で「源氏物語」の音楽に関することが実によく調べられていて参考になる本だよ でもね、源氏物語の、それは音楽に関する面を抜き出して研究したんだけれども、でも、それでも、あれだけで止まっていてはいかにも寂しいよね。源氏物語の中で音楽がなぜあれほど、そして、在来の音楽。 外来の音楽がなぜあんなに重んじられているのかというそこのところまで届いていないとああいう研究ってものもやっぱり寂しいよねというふうに言ってたんですねそれはやっぱりあの音楽を音楽としてただ単にそのなんか技術的なものとして見ていたのではない 音楽も広い遊びの一つであって、深い日本人の魂の遊びの一つであって、そしてその音楽が、うん、源氏物語の人々の心の中では、どんなふうにその折々、えー、自分たちの生活の中で位置しているか、うん。日本人の長い心の流れの中で、源氏物語のあの音楽的な要素が、うん、どう、 いいうう位置にあるかということこそのことをやっぱりまでいかないと、ああいう研究はやっぱり寂しいよねとこう言うんですね。それは、なるほどそうだと思う,う。若い頃、20代の頃そんなこと聞いても、何のことがよくわからなかった。ただ、えー、言葉だけは、あの、先生がそんなふうに、えー、ことさらめいて、別にあの、非難しているわけじゃないんです。一つのやはり、 織口忍のあの本に対する批評なんですけれどもしかしこういうことは大事なことだぞと思って聞いていたその言葉だけが残っていたでだん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 こっちがこう「源、ま、氏、あ、物語」だけではなくって日本の古代から現代にかけての文化の流れ変化吸収の在り方あるいは築き上げていったものの在り方っていうのを考えてみると あの少しずつこう分かってくるような気がするんですけどね。というわけでここのところはちょっとあのなんか平凡なことを言っているような感じがしますけれどもつまり日本人の芸能というもの芸能史というものを本当にあの初めて起こしたのは そういうあの、文献的なことで芸能って言葉がいつから出て、ね、どういう芸能があるっていうような研究は、それはもっと早くからありますけれども、日本人にとっての芸能っていうのは何かっていうことを、芸能史というふうな形で、あの、新しくこう、講義し始めたのは、これは折口信の慶応における芸能の,けあの講義が始めなんですけれども。柳田先生は芸能に関することは民族学の中から、ありありにこう、弾き出してしまっていられた。 まあ、あ後に、あの、折口信の影響を受けて、えー、三河の、奥三河の雪祭りとか花祭りというふうなものを、また、あの、見に行かれるようになったけれども、あるいは、あの、折口信の方が先で、そして折口信が、何とかして柳田先生に、そういうことに関心を持っていただこうと思って、また、あの、うん、それは、あの、お互いにああいう、あの、優れた指定ってものは、影響し合ってるわけで、 沖縄へ折口信夫が行くように仕向けたのは、それはあの柳田国夫なんですね。でも、山立てもたまらない気持ちで、早速折口信夫は、沖縄へ2年かけて、この2度に分けて行くわけです。さらには、あの、台湾まで行くわけです。これも柳田先生の、あの、台湾万族調査票というものを、ご覧になったということを知って、 そして台湾まで行って、そして万族調査書も読むわけです、うん。実は最近分かったわけですが、その、折口信夫は、まれびとのヒントは、あの、万族調査書を読んで、それから暗証を得ましたというふうに言うわけです実は、万族調査書、下が回らない。 満足調査書っていうものこれはね優れたものですよその僕はああいうものを残した日本の台湾へ派遣せられた管理とかあるいはその調査だけをしたのではなくってつまり高砂族なんかが村ごとに、えー、微妙に違った信仰の形を持っていてそして首狩りをし合っている。 たくさん首を取った方が、魂をたくさん獲得して、そして、えー、より良き、高いでの魂が得られるという。あの、首狩りの風習、それまで、ね、中国なんかが関与してきても止められなかった。その風習を、台湾へ派遣せられた、村々へ派遣せられた、あの、警官や、あるいは小学校の教員やなんかが、 非常に努力して、感化して、そしてあの、あの首狩りの風習、風習って風習だけではないですよ。もちろんその背景にある、信仰があるわけです。村ごとにこう、う非常にむごい戦いを繰り返して、そしてあの首狩りをしていた、その風習を改めさせるわけですね。そのためには大変な犠牲を払って、その、 首狩りの犠牲になった人もいるわけですけれども、それをやったわけですが、あのその,あの村の非常に個絶的なというか、部落ごとに違う、うそして同時に強烈な濃密なあの共同体ですね、共同体のあり方、つまり、えー、日本の どんな古代を遡っていっても、そんな形の残存っていうのはものは伝えられていないわけですけれども。しかしそういうあの共同体の、信仰のあり方があ、ほんのそのこの間まで台湾にあったわけですね、えー。そしてそういうものを感化して、そういう風習をやめさせたわけですが、ね。それが今でも台湾の人たちが日本に対してなんとなく好意を持っている。 韓国なんかとは非常に違う一つの一番大きな理由だと最近になって私は分かったわけですけれどもあのその村々の,の信仰のありようから日本の古代の、うん、人々の心のありようのヒントを得たと折口は言うわけなんですね。でそれはまれびと信仰というふうにあの に関連して口が言ったから我々はその台湾の満足調査所の中にはビト信仰があるのかと思ってあれを見てたわけですけどもそんなものはないのです。ないのですけれどもしかしそのビト信仰のも,もう一つこう生な形の信仰のようなものそしてことにあの折口がしばしばあの日本人のこう罪の意識の 根源を考えるときによく言う村八分になって村から共同体からあの古代の濃密な共同体から折口はこの古代そんな共同体とかそんなことを実際に言わないんですよ古代の村古代の村からといえばあの濃密な共同体のことですけれども古代の村からその村八分になってはじき出されてそしてさすらっていくよりほかなかった。 そういうあのものがこの村々をさすらっていったその体験そういうものからまたあのいわゆる古代の村々を訪れてくる神の現像というふうなものがあの一つ生み出されていっただろうというふうに言うわけですうんそれはまた同時にあの日本人の現在を犯して 高物原から追放せられて、そして、あの、日本のお百姓さんたちの生活する村々へ、えー、農耕生活の疎外者として、こう、騒動として、長雨の降る頃、ほとんど裸に近いようなみそぼらしい姿でさすらってくる、そういう、あの、遍歴者ですね。えー の形とまた重なっていくわけですけれどもあのそういうイメージをあの一つの刺激をあの台湾のつまり沖縄から台湾へ行ってそしてしばらく台湾に、うん、わずか短いんですよ日数も短いんだけれども満足調査書を見たんだその時の刺激から得たんだというふうに言うわけですけれどもそういうものがあの 非常に大事ななヒントになっているんで,す、ねうん、であのそういうことと別にこの音楽のここの部分と直接関係があるわけではないのですけれどもあのどうも唐沙恵というものその唐沙恵を専門にしている文章博士とか漢学の博士とかっていうものと、うんね、これは中国から中世の あの、逸話集なんかにしょっちゅう出てきますでしょあの、博士の歌を読んだりするときのなんか下手くそな、あるいはこう、全然見当外れの愚かさと、それから女房のそういう面での滑らかすぎるほど滑らかな巧みさ。で、いつも、あの、博士の方が負けてしまって、集体を晒す。女房が下り顔でこう、カターってううな顔している。 うん、あるいは一つのこう、なんか対照的な形ですよね。そういうものの、あの、になっていく、中世の逸話集なんかではそういう形になっていく、一つの元、元の、あるいはカリカチュアライズせられ、誇張化せられているわけですけど大あの、山と魂と、つまりそれは女性の方がより伝承していったわけ。からざえの方、これは男の方が、あの、 専門に学んででっ、ま、っていったわけですそういうものの対立ですね。そんなものがずっとやっぱり古代から宮廷を確認した貴族社会の教養の中に対立している、あるいは葛藤している、あるいは同時に融合し合っていってる、ね、そういう流れがあるわけですね。そういう上においてみると、ここの、この、 もまあおそらくあの溶けてくる本当にこう結び目がこうほぐれてくるわけだろうと思うんですがここでちょっと休むことにいたします